え、なんで？はい、いつも通り歯磨きしてください。どうやって歯磨きしてます？いつも。回っとる。回っとるな。でその時にちょっとあるものを見つけて、ぜひねカノさんにね試してもらおうと思って買ってきました。はい、じゃあそれを最初にお見せします。これ何ですか？すみっこ暮らし。はい、すみっこ暮らしです。これはどんな時に使いますか？夜。夜使うの？どこで使うの？夜、これここで使うの？あ、歯磨き、これ。そう、歯磨きする時に使います。ということでこちら、すみっこ暮らしの電動歯ブラシを買いました。はい、今までカノさんがどんな歯ブラシを使ってたかというと、こういうね子供さんが使うような歯ブラシ、はい、で歯磨き粉はぶどう味です。で今回ねちょっとお試しに電動歯ブラシ買ってみました。なんでかというと、歯医者さん行く時に口開けてガタ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 って音がするじゃないですか。カノさんあの音大嫌いなんですよ。電動歯ブラシってそこまで音しないけど、ウィーンとか言ってなんかね機械音がするんですよ。それにちょっとね慣れてもらったら、歯医者さん行く時にしっかり口開けてくれるのかなと思ったので、ちょっと試しに買ってみました。で我が家の子、電動歯ブラシお姉ちゃんしか使ったことがないんです。しかもお姉ちゃんも嫌だって言って電動歯ブラシから普通の歯ブラシに戻ってます。はい、そう、使えなかったらママが使います。なんで？え、だって使わないままじゃもったいないじゃん。これ初めてセットってことで、持ち運びできるケースに本体と歯ブラシ、あと替えの歯ブラシが1、2、3、4、5、6、はい、6本ついてます。3歳から5歳はパパやママに磨いてもらってねって、6歳以上は自分で磨けるようになろうねっていう感じで書いてあります。かんちゃんね、ピンクとか紫好きなんで、今日はこれを試してもらおうと思います。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、開けられる？開けられ。よいしょ、じゃあ開けるよ、ママが。全部出したらダメなの？うん、全部出したらなくなった時嫌だなと思って。私も、はい、本体はこんな感じです。でここにスイッチがあって操作します。これね、電池自体は多分ここの間だと思います。はい、電池はこんな感じ。開けちゃダメだよ、感じはね。うん、分かったよ。ここ、うん、スイッチ入れます。見といてよ。ブルブルしてない？ふわ嫌なの？あ、もうしびれない？はい、いつも通り歯磨きしてください。どうやって歯磨きしてます？いつも。なんかね、歯に当たってる音がする。どう？やっぱやっちゃうけ？はい、合わせてみて。これどうやって磨くのが正しいんですかね。ママも電磁度使ったことがないんであれなんですけど。何？どうした？手がしびれる。はい、かんちゃんの一番のウィークポイント、前歯。嫌がってます、嫌がってます。はい、思ったよりかカノさん嫌がらなかったので、しばらくこれ使ってみたいと思います。はい、どう？カノちゃん使ってみて。かっこいい。かっこいいの？わかりました。ほ
じゃあ、あとさ、歯磨き粉さ、ぶどうじゃなくていちごじゃダメなの？ぶどうはいい。だってぶどう美味しいもん。なんかね、いちごは美味しくないってやってくれないですよ。でもね、いちごはね、ただね、じいちゃんの畑でのあったら美味しいもん。あー、食べるいちごはいいけど、歯磨き粉のいちごはダメだと。ということで、ハノさんしばらく電動歯ブラシで頑張ってみます。はい、まあ、もちろんね、仕上げはママたちが普通の歯ブラシでするので安心してください。電動歯ブラシって実際何歳からするものなんですかね。まあ、かんちゃんにこのブルブル音とかがね、慣れていってもらえたらなと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。ママ、これしまうんじゃなかった。そっちの箱はキーなの？いいよ。これを入れて。なんでよ。これを立てかけて。入れたいのに。はい、じゃあこれとこれ持って。私は歯ブラシ頑張ります。